さあ、そうこう喋っているうちに配信席に登ってまいりましたのは、これは勝者側2回戦のパスリマン選手 VS ルーツ選手、キーコンフィグはイムート選手ですが、ルーツ選手という名前でトーナメント参加しております。カードはフォックスガノンですが、これは結構ね、あのフォックス側がね、冗談半分で、いやフォックスガノン無理やんみたいなことを言うカードなんで、壊されないかちょっと心配ですが、これで 95%、 あの空中ニュートラルの壁がね意外と厄介で、フォックス側なかなか差し返しが難しいと。そして確定しない、コンボではなく、いわゆる連携ですね、連携に対してあの空中ニュートラル暴れとかがかなり重くのしかかるので、この壁をどうやって攻略していくか、まあ要するにリターン差でちょっと悩まされるようなカードな感じをしますね。さあ、パスリマ選手といえば上スマッシュ、フォックスといえば上スマッシュということで、撃墜を狙っていきたいが、まだパーセントを切り裂いているが、空中ニュートラル、あ、持続は判定そこまで硬くないので、持続に移行したところで上スマッシュをしっかり下に潜って当てているのはパスリマ選手、対空上スマッシュが光りますね。必殺技で帰ってくるも、この壁というか崖がやばいんですよね。崖に行くとこうガノン側のね、ガノンの壁が、ガノンウォールがめちゃくちゃ、ウォールガノンがあるので、どうやってフォックス側崖を登ってくるかというところで、空中ニュートラル持続当て撃墜、やはり復帰阻止はしていかないといけない。危なすぎ、復帰阻止はしていかないと、貴重なガノン側の弱点ですから、復帰阻止は的確に狙っていきたいところ。なかなかフォックスファイターは復帰阻止を狙うファイターではないんですが、素晴らしい空中前落とし、まるで 4VU を彷彿させるような賭けでしたね。作戦完了。ちゃんとこれ試合映ってますか？よかった。結構面倒くさそうなカードですね、これは。ただし制していったのはパセリマンというわけですね。なんてこったい。まああれ多分上必殺技で掴まれたとしても、なんか崖ジャンプ受け身、空中ジャンプ、空中ニュートラル本当てとかで追撃いけるんで。そうですね、ガノンが破壊する前に場外に追い出して、そのまま追撃を決めて撃墜していきたいというカードでしょう。意外とね、着地狩りとか真面目にやってるとこう不意のね、デッキ客とかでやられちゃったりするので、この展開でもう仕留めたいぐらいですね。なんなら攻撃上がりは攻撃発生まで無敵があるということで、上がってくるがリフレクターからの早出し上必殺技、なんとか返ってくる。ニュートラルから上スマッシュ、電化の砲塔をまだ耐えてる。危ない、お互いリターンを取りに行くまでのプロセスが早すぎる。危ないところでしたね今の。封じ止めてようから空中後ろを狙っていましたが、飛び方が良かった。そしてジャンプ、空中ニュートラルを置きかかったところに潜り込んで上スマッシュ、上から帰ってくる復帰策に対しては空中へジャンプを温存して移動回避で帰ってこようとする、もうギリギリ届かない。 GG、 イーブン。ここでもう倒したいぐらいの勢いですよ。右京右京右京、コンボ火力が入って 67% をリフレクター狙っていったが、移動しない回避を使って下から帰ってくる。うまいぞ、崖攻め、空中へリターンを求めて空中した。これですね、フォックスは復帰阻止、決して強力なファイターというわけでもないので、ああいう風に一度復帰阻止を逃してしまうと、もう自分はファイヤーで復帰するしかないという展開になって、そこをガノンが空中したというわけですね。空中へ上スマッシュ、素晴らしい対空、先ほどからあの空中ニュートラル檻に対して上スマッシュを合わせるのがかなりうまいですね、パスリマン選手。空中下からもう一度ダブルアップ狙ってきて、移動回避読んで、ジャンプも読んで、読み合い怖すぎる。空中ニュートラル上回出してひとまず落ち着く形だが、嘘マジ連続横強撃墜しているのはルースガノンドロフ。光勝ってますか？勝ってます。現在勝者が2回戦。
まだまだトーナメントはこれから19時から始まったのでね、まだまだこれからでございます。素晴らしいですね、サッカー選手だったな。パセリマン選手がちょっと援護学に対して受け身を取れていないっていうのがちょっと気になるところでしたが、そこをうまくねルース選手がついていった形ですね。さあ壁キックを使えるステージかつステージ横幅が広いステージを選択して冷静に様子見できるラインを確保したステージ選択、ただポケモンリーグですね。さあ1-1、このゲームで勝った方が勝者側抜けですが、空中前で落とすが受け身を取っている。素晴らしいイリュージョン、イリュージョン着地狩りにはしっかりシールドで掴みから空中ニュートラルを押し置き、連続で場外を追い出してこのまま倒し切りたい。打球が上がれる、イリュージョンで着地狩り、ダッシュによるダウン継続から基礎しからエッジガード、ラインが切り替わる、上スマッシュ、素晴らしい。空中ニュートラルのヒット確認はやっぱ見逃しますんでね、パセリマン選手。さあかなり美味しいぞこれは。この1ストリートさえあれば相手に攻めさせるという展開を作れるので、うまくさばいていく立ち回りができればいいんじゃないかと言おうとしたところ、パセリマン選手怒涛の攻め。海外のね、ジェネシスでもトップ8に残ったライトフォックスをリスペクトしているパセルマン選手、かなり攻めっ気が強いプレイヤーですね。あっという間にパーセントは 94%。 エッジガード、これは飛ぶ方向が逆だった。ウエスマッシュ通勤狙ってくるが、空中ニュートラルウエスマッシュもう苦しそうだ。エッジガードどう上がる、ジャンプ上がりから空中前、読み合い怖すぎる。ウエスマッシュ通勤打っていく、ジャックで追い出してエッジガード、読み合いその場で横球を見ていたが2人飛んじゃった、2人飛んじゃった一命を取り留めているのはガノンドルフ。ソックスは並んだ形、ここ読み負けるとちょっと怖い。ウエスマッシュちょっと踏み込みが浅めになっているので、パセリマン選手のメンタルに不安があと思いきや、デッキキャップをしっかりシールドして上スマッシュ、あと引き際を分かってましたね、パセリマン選手は。とりあえず場外出して空中ニュートラル、空中ニュートラル、エッジガード上がれるか、煉獄は回避でかわしてコンボ火力上ひそとで掴んで、なんとか崖をこじ開けるものの、空中前から今なんかおしゃれすぎるルートが見えたが、空中前から読み合いを指導するというなかなかフォックスで見られない行動。前上げまずすぎまずき、内側相手の深めに入り込んだダッシュを見てから内側にしっかり起き上がりをしているイムト選手。これは攻撃上がりに上スマッシュ、しっかり反応しておりました。先ほどからパセリマン選手が、崖の上では空中ニュートラルを連打するようなエッジガードが見られたので、今回も空中ニュートラルで来るかと思いきやシールドで様子見というね、やはり引き際をわきまえているボックス使いパセリマン